ヘンリー・マクラッケンヘンリー・ミッチェル・マクラッケンはアメリカ合衆国の教育者。オハイオ州オックスフォードに生まれたマクラッケンは1857年にオハイオ州のマイアミ大学を1857年に卒業した。その後、短期間だけ教職に就いた後、1863年に長老派教会の聖職者となった。1881年から1884年に かけて、当時まだ、ペンシルベニアウェスタン大学という名称だった。後のピッツバーグ大学の第6大学長となった。1884年、マクラッケンは、ニューヨーク大学から、哲学教授、副学長という立場に昇聘され、1891年には、学長になった。1910年に、彼が引退するまでの間に、大学は、ユニバーシティハイツキャンパスを取得し、 大学院や小学部、教育学部が創設され、ベルビュー病院の医学校との統合によって医学部を強化した。1915年から1946年にかけてバッサー大学学長を務めたヘンリー・ノーブル・マクラッケンと、1915年から1926年にかけてラファイエット大学学長を務めたジョン・ヘンリー・マクラッケンは彼の息子たちである。 マイアミ大学の女子学生寮の一つであるマクラッケン、ホールは彼にちなんで名付けられたものである。2013年7月に放送された風刺的内容のテレビ番組コルベアレポーではヘンリー・ミッチェル・マクラッケンが1904年にニューヨーク・タイムズが見に寄稿した男子大学生たちの道徳上の危険性についての記事や同志が2013年に 同じようなテーマの記事を掲載したことを踏まえ、マクラッケンが今も同志の編集者として活動しているという様子をコミカルに描いた。ありがとうございます。